8月の広島県民テレビは平和をテーマにお送りしていますが、はい、達川さんも学生時代は平和教育取り組んでこられましたよね。いやいや、これもう歌を、はい、未だに覚えてますよ、はい、ふるさとの町やかれとこういうやつで、ね、今でも覚えてらっしゃるんですね、そうですよ、うん、ああ許すまじ原爆王子すごく教育されました、私らの時は。もう今日はですね、グローバルな視点から平和教育に取り組んでいる高校生を訪ねてみたいと思いますので、はいはい、ハイスクールね。原爆投下により350人を超える生徒や教員が命を落とした広島女学院中学高等学校、その痛ましい経験を踏まえ、中学高校の6年間を通して平和教育に取り組んでいます。こんにちは。こんにちは。平和についてどんなことに取り組んでますか？私は広島アーカイブっていう活動に取り組んでいるんですけど、被爆者の方を探してビデオとかを持ってって、うん、証言をインターネット上にアップしたりしてます。直接お話聞いてどう感じられました？被爆のことを話し始めたら涙を流される方とかもおられるので、被爆の記憶っては忘れられないものなんだなってすごく思います。2年生の今村瑠奈さんは今年4月にアメリカで開催されたクリティカルイシューズフォーラム国際会議に参加、世界の高校生とともに核不拡散や軍縮問題について話し合いました。アメリカとロシアは特に核兵器をたくさん持っている国なので、どういうふうに核兵器に対して考えているんだろうっていうのが、行く前はちょっと不安だったんですけど、みんな同じように核兵器はなくさないといけないものなんだなっていう気持ちがあったので、自分にとって勉強になりました。今後どんなことにチャレンジしたいですか？今度グローバル未来塾院広島っていうのがあるんですけど、はい、そういうことに挑戦してどんどん活動区域を広げていきたいなと思っています。今村さんが参加するグローバル未来塾院広島とは、国際平和のために世界的に活躍できる人材を育成するため、今年度広島県が初めて開校。英語力や核軍縮、紛争課題などの国際的課題を学ぶプログラムです。さらに、広島ジュニア国際フォーラムを初開催。次世代を担う人材育成と平和メッセージの世界への発信に取り組んでいます。卒業生の倉光静香さんは今年2月ウィーンで開かれた包括的核実験禁止条約発効に向けたシンポジウムに参加、核廃絶の重要性を呼びかけました。あなたは広島出身だからこういう感情的なことが言えるのよっていう雰囲気もあるんですね。その中で広島としての意見を言うときに、被爆者ではないけど広島出身として何が言えるのかっていうのが自分の課題だと思ってます。頼もしい限りじゃね、若者がね、広島から世界を舞台に平和を発信してるというのはね、はい、次世代を担う彼女たちの今後の活躍が楽しみですね。広島県からのお知らせ。広島ジュニア国際フォーラムでは来場者を募集しています。各国から集まった中高生や留学生が発信する平和へのメッセージをお聞きください。三好で開催される欲張りライフ懇談会の参加者を募集しています。湯崎知事とゲストによる欲張りトーク、この機会にぜひ。